チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日の番組は真相開店ご挨拶をメインキャスターの私倉山みつると城内塚先生でやりたいと思います。城内先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何が真相開店なんですか？いやいや、スタジオが見るからに。あれ、そうですね、変わってますね。誰がどう見ても変わってますよね。違う場所に来ていることに今気づきました、はい、なんとあのサポーターの皆様が、はい、もう大量に毎月あのサポーター料を出してね、はい、いただいてるんで、毎月、ね、3兆円もの錠剤をね、すいません、あの日本の財産から解消してますあ、すいません、はい、1.5 兆円もの、ね、いやいやいや、日本の防衛費増えます。バズーカをいただいておりました。本当にありがとうございます。そんなにはないですが、はいはいはい、日銀特別融資を受けております。いや違います。いや小口、全て小口献金。あ、この間本当期間が延長になってね、胸を撫で下ろしたんですけどね、はい、何の話ですか。いや先生、長さん、あの、はい、サポーターの皆さんにお金いただいてありがとうございますって、はい、シナリオすらやらせてくれない。そこまでブック破りやりますか。それすら許さないかちょっとボケ続けてみようかと思ったら、ダメです。そう、カメラ回る前がそれすら許さないを一回受けたんで、ボディーブローを聞いたって連打連打連打みたいなですね、はい、その20年来のしごきっぷりがあるよね。まあこういうね、はいはい、楽しいしごきをね、はい、常にしごきの要素を持ったチャンネルクラブということ、ね、はい、しごかれて楽しんでる、楽しんでいくみたいな、ね、はい、いや、まあ、本当にあの皆さんのおかげでここまで、はい、この立派なスタジオね、大丈夫なんですか。え、いや、もう本当地上波のスタジオみたいな、うん、いや本当ですね。スタッフなんかもう300人ぐらい、いや、そんな地上波の番組ないです。ないです。どんな起きても30人50人ぐらい。それ映画ですよ、そこまでいくと。エキストラなんて、先生、チャンネルクララでエキストラ使う意味って何ですか。いや、あの、まあのためにこう、いやいや、ギャラリーでいいじゃん。ギャラリー、あ、なるほど。なんでエキストラに お金払う。ジョンさん、お金もらうの好きだけど、払うの嫌いじゃないですか。そうですね、まあ、基本的にもらえるものは何でも、はい、もらう方なんで。ジョンさんってパタリロですよね。そうですね、好きな言葉、ただ好きもらう。あ、いいですね、はい、それはそうかも、まあ、そういう意味では倉山先生の立ち位置は、はい、あの玉ねぎみたいなポジションでね。玉ねぎ9号みたいなね。ちょっとさ、玉ねぎ9号分かんなくて言ってますね。はい、分かんないです、ね、あの、そこまでは読んでないんで。全国3000人の玉ねぎ9号ファンだけ分かってくれます。多分 YouTube の下の方に、はい、あのマニアが書き込んでくれますんで。でも読まないんですよね。え、読まないんですよね。最近スタッフが、はい、読んでくれる。いや、本当に専属置いたじゃないですか。ああ、なるほどね。ちょっとそういうところ置けるようになりましたんで、はいはい、本当に。本当にね、あの、寄付していただきました。ありがとうございます。毎月毎月ね、皆さんのおかげで番組内容充実してですね、ついにスタジオまで。自社もスタジオも本当に持ってしまった。自社スタジオを持つことができました、はい。すごいですね。このままいったらどうなるんでしょう。この自社スタジオがどんどん増えてくるんですか。いや、ビルでしょ。ビル、自社ビル、自社ビル、ビル、ビルでしょ、ビルですか、ビルですよ、ビルでしょ。なるほど、じゃあ自社ビルを持つまでね、頑張っていきたいなと。もう都心に4階建ての自社ビルですよ。なぜ4階。いや、適当。なぜ4階みたいな。適当に。なるほど、随分その面積が狭いんだねって感じですね。寄せ技術がないんで4階までしか。くさび型のコーナーがビル。なんでくさび型。メソポタミア文明のようなね、うん、くさび型のビルを持つみたいなところを、ね、はい、目標にしていければいいんじゃないか。いや、まあ、このスタジオのハード面もそうですけど、はい、何より大事な番組というソフト面ですので。そうですね、ソフト面というとなんかラーメンみたいですけど、うどんかなんか。ノンフライ麺というのがあるんですよ。ノンフライ麺を、今自分で言ってスタジオ大爆笑になってる。ノンフライ麺を重視してこんなに受けると思わなかった、はい、思わず、ね、不意打ちっていいですね。ソフト麺ね、今日のテーマ不意打ちですか。ソフト麺、あの、給食でよく出ます。先生、引っ張らないでください。先生、そこ引っ張らないでください。はい、まあ、ソフト面も、ね、今後充実していくということで、はい、新番組が次から次へと増えますね。次から次へと、はい、どんな新番組なんですか。いや、まずはあの、もちろんね、私と城内さんの番組を軸にしつつ、はい、公開収録やりますね。あ、すごいですね、公開収録やるんですよ。あの、我々も桜林さんとジョネラジー各をやった時に大変好評でしたので、はい、公開収録やります。なるほど、素晴らしい。でですね、私とあの桜林さんで、あの、はい、素早く学ぼう世界と日本というですね、新しい番組を本当にあのいろんなところを流浪しながら続けてきた番組をですね、はいはい、前はあのじっくりみたいな感じだったと思うんですが、はいはい、その前みんなでみたいな感じだったんですが、はい、今回素早く。なるほど、素早く。みんなでもあのじっくりでもないです、素早く、はい、素早く学ぶ、はいはい、もう100年ぐらい7分で分かります、ね。
100年を7分100年を7分7分で1世紀を7分7分もう地球儀全体も7分地球の歴史100年分を7分最初なんかあの地球が誕生した時から始めるそれ鳩山由紀夫ですそういうことはやりませんそうですね、はい、なるほど他にもいろんなね新しいゲストの皆さんがいや本当いろんな方が充実のゲスト、まあ、山村明義先生でご好評いただいてた番組、はい、あの政治ものとしてニュース解説をどんどんやっていただいて、はいはい、レギュラー化もう財務省のストーカーやりますんで素晴らしいもうストーカーとかやっちゃうねファンです。ファンです、はい。フォロワー。フォロワーです、ね。フォロワーって言葉が。それはあれですよね。あの連戦連勝の大将軍であり、民族の輝ける太陽。英雄である。21世紀の英知、木下靖大元帥様を称える番組。称えつつ。褒め称える番組で、ね。で、7月以降は、はい、新たなる領導者様、香川俊介さんを称える番組。ああ、新たなる領導者。はい。すごいですね。どんどん。財務省大好きみたいな。大好き大好き財務省みたいな。どんどん増税してくださいみたいな番組を作っていこう。すごいですね。すごい。褒め殺しじゃないですか。さすが公民党のふるさと、香川県出身の、あの、倉山先生。もう褒め上手ですね。いえいえ、僕ね、はい、もう増税大魔王様様ですジーク木下みたいな感じでジークカイザー木下ですよジークカイザ ー, イザーマインカイザーって、ね、ロイエンタールの口調で言いたくなる最後謀反起こすやんみたいななるほどもうありますあと、はい、あのさっき取り終えましたけれども、はい、松木邦俊先生韓国問題語ってもらうと、はい、素晴らしいですね専門家ですね、はい、松木先生のすごいところはねただ単に韓国嫌いだって悪口言うだけじゃないんですよ実務経験なんですよ向こうとずっと商売やってきたんですよねでそのまあなんていうんですかこう商社マンとしてのね、うん、そのまああの、まあ、肉体感覚というかね経済感覚っていうのは終わりますね30年間商社マンとして韓国と付き合いそう その後、10年間、はい、自分で起業して、はい、やっぱり韓国と付き合ってそう、もうそういう中で、ねうんこう学んできた実務の、ね、こう深みのある、ね、トークを、ねうん、ぜひ、ね、やっていただきたいなと思います、はい、ただ嫌いなだけで喧嘩ってこう商売してる人多いんですけど多いです、ね、そういうことはやりません、やりません本物思考でいきたい本物の人で、はい、でさらにあの YouTube のアイドルが登場というですね、はい、あの北の赤い大地から動画を送ってくれるという、はいはい、なるほどそれは言えません、はい、誰かどんな番組か誰とは言えません、はい、一応番組の内容それでいいんじゃねってなるほどまあでもちょっとそこは彼はアイデア勝負なんで言わないでくれって話なんで、はいはい、そう彼が誰ともまだ ね言ってませんがあー、まあ、YouTube の、ね、アイドルといえば彼しかいないでしょう、はい、あとあのビッグプロジェクトも進行中ということで、はい、そうなんです、はい、なんか倉山先生あの映画を作るらしいですえ神谷総平さんの間違いですよ、ね、いやいや違うんですよ映画を作るらしいですえなんかあのあれですあの南京と東京のゾンビっていうねすいません最後の一つは趣味ですよねええー、そのゾンビ映画が前回フィンランドでねあのものすごいお金かかったフィンランド映画が刊行されてもしですけどドキュメンタリーじゃなくてネタですよね、はいはい、いやいやいやコントですよねあれは原発のゲノチも出てません、ね、見ちゃいましたよ私はあそこでそあのいや犬が脱糞するのを見たんじゃないですよあれがいたんです走りながらうんこするしあれを見ちゃいましたからであれ全国各地全世界でねやっぱゾンビ伝説っていうものがあるので、うんはい、私はしっかり検証する、ね、映画を作っていきたいと思うんで、はい、でなんと我々2人以外にもメインキャスターがあのね、はい、あの超ご好評いただいてた、はい、もうチャンネルクララのバズーカ砲みたいな、はい、あの番組がレギュラー化して、はい、ゲストがどんどんリフレ派の論客が出てきてくれるそうですね、はい、あの人とかあの人とかあの人とかネットに今まで出てくれなかった人が出てくれるという、ねはいはい、そうですそして最後はねゾンビも出てくる、ね、いや出ません出ません出ませんゾンビ連れてくるってのはどうですかね、はい、いやいやいやまあそういう感じでねもうあのこれからもチャンネルガンガン超充実してやっていきますので、はいまあ、スタジオを、ね、持ちましたこの強力な武器をゲットしましたの で、はい、今後の展開ぜひ期待していただきたいなサポーターどんどん受け付けてますね自社ビル目指してやります、ねはい、映画は作りません常年さんが作るかもしれませんが私は作りません私は作りますさようならさようなら